ちょっと用事があってもみじまんじゅう焼いてる島まで行った時のこと。帰りに乗った本土行きの船でアメリカ人のおっさんと一緒になり、結局中心部まで行く市電路面電車で1時間近く話していた。1ヶ月かけて日本を回るというので、なんでわざわざと尋ねると、家中日本製品だらけなんだよ。家電もだし、車も3台あって全部日本車だしさ。で、こんなに金をつぎ込んだ日本って国がどんなものか見に来たかったんだよ。だって日本車や日本製品の素晴らしさを延々と語られたよ。市電だから車もすぐそばを走ってたんだけど、シボレーだったかアメ車を発見した時なんか、あんな燃費悪くて故障しまくる車わざわざ輸入してまで乗るなんてわけわかんねとか切れてて面白かった。おさん、東京で ATM 使うために並んでたんだけど、いざ自分の順番になった時、その ATM では持ってたカードが使えないことが発覚。日本語全然わからないよさんは途方に暮れたらしい。そしたらそこにいた警備員の兄ちゃんが身振り手振りでついてこいらしきことを言って、結構入り組んだところにあったそのカード対応の ATM まで連れて行ってくれたんだって。俺の国じゃ普通にスルーされるか、せいぜい適当に説明されて終わりだよ。日本ってマジいい国だよね。次は親も連れてきたいしさ、できたらここに住みたいよ、ほんと。ってかなり感激してた。